ミルドビスタジオいらっしゃさあ、この番組はキンプリが出演するテレビやラジオ、そしてライブなどのさまざまな情報について発信していく YouTube のラジオ番組となっております。僕たちはキンプリを楽しく明るく応援しておりますので、はい、皆様ぜひともグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。僕たち自身はですね、日比谷やおんでイベントライブすることを目標としておりますので、はい、ぜひぜひ応援をよろしくお願いします。またあの変わった情報を入手しまして、はいはいはい、永瀬廉君が4時間かけてるものがあるんですよ。4時間かけてることですかね。お、4時間、はい、4時間かけてるんです。一つのことで4時間っていうのはなかなか長いですけどね。そうでしょう、うん、なかなかね、はい、相当な時間じゃないですか。確かに、とあることに4時間かけてるんですよ。なんだろう。しかも毎日毎日毎日忙しいのに。えそう、それがですね、はい、まあインタビューで答えてたんですけど、はいはいはい、それがなんと歯磨きらしくて。え、歯磨きに4時間かけてるって。えー、めっちゃかけるタイプ。そう、4時間。そう、その後、うん、カイト君が、はい、いやいや、まあそのボケはもういいんでみたいな言って、実は、うん、ボケやったんですよ。ああ、なるほど、うん、そりゃそうか。そう、4時間はちょっとやりすぎや。そう、読んでて、初め読んでる時4時間とか言って、はいはい、そのままカイト君も乗ってそういう話進めていたから、え、マジで4時間すごいと思ってて。確かに確かに、忙しいのにと思って。まあ朝2時間夜2時間とかね、4時間の可能性かなと思ったけど。ああ、ボケというね。そう、ほんなら途中で書いたのは、まあそういうボケっていう。なるほど、そういうことか。そうそう。でも実際、うん、歯磨きの時間はめっちゃ長いらしくて。そういうことですね。多分そうやからそのボケになるんですよね。あ、そうそうそう、ね。その時は何分とか言ってなかったけど、うんうんうん、でも結構長いって言ってた。皆様は、うん、歯磨きに何時間、いや何分おかけでしょうか。ぜひ、ぜひ、コメント欄に全員。いや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 、嫌いだ、何分です言われても。雑談タイムです。何だっけ、うん、なんか言おうとした。そうですね、あ、うん、まあでも、はい、ね、レン君やっぱそうやって歯磨きの時間長いからこそ、うんうん、ああいう素敵な白い歯を保てるんでしょうね。確かにね、自然のね、うん、たまにやっぱ芸能人で白すぎる人とかね。確かに確かに確かに、まあ、なんか年いってる人で白すぎる歯にしてる人多いよな、芸能人。そうですね、白すぎるよな。たまにいますよね、うん、まあ、セラミックっていうのは何、あれもっとインプラントじゃないの。インプラント、うん、高いやつでしょ。高いよな、1000万ぐらいするでしょ。そんなに。多分サッシとか全部抜いたっていうとこで、サッシとか超金持ちだから、もう上も下も全部抜いて、うん、マジで、うん、全部綺麗な入れてる人、すごいっすよ。か、怖いけどね。怖いけどね。日村さんも確かそうですね、うん、あー、なんか言いますよね、うん、入れたいっちゃ入れたいけど、うん、入れたいというか、うん、綺麗にしたいっちゃしたいけど、うん、でもイングさんも別に、なんか僕も喋ってもそんなに歯が見えるタイプじゃないじゃないですか、うん、あ、まあね、うん、ね、ほら、だから別になんか、まあそこまでバレないというか、うん、うん、ね、かなとも思うけども、確かに、ちょっと歯隠して喋ってたよ。そんな喋り方してた、うん、そんなんやったかな。もうちょっと自然に喋ってたよ。照れる、照れるやん。いや、そっちの方が照れるんで、そんな顔してる。恥ずかしいで。そう、照れた方がいい。その喋り方してる方が。確かに歯入れたいですよね。歯入れたいって時は綺麗にね。うん、僕は歯医者好きですから。あ、嘘、羨ましいよ。嫌い。嫌い。歯医者好きな好きなんで、僕定期的に。あ、そう、行ったりして、もう、いや、もう大丈夫ですよみたいな言われる時もあります。うん、もう逃げて逃げてでも連絡来まくってさ。逃げて逃げてでも、もうめっちゃ来るもん連絡、あ、来るんすか、そんな。めっちゃ来る、なんか知り合いの紹介で、はい、うんうん、友達の友達が先生やってるとか、とか言ってたんですね、うん、そう、めっちゃ連絡、途中で行かなくなったんですか。途中で途中で逃げてきて。逃げるってなんだ。はっはっは。何で楽して。そう、クリーニングだけやねんけど、ほぼほぼ。クリーニングだけやけど、はい、定期的にやっぱインプラントをやっぱした方がいいから、もうインプラント代もないから。まあね、なかなかお金もかかるからね。そう。なんかね、うん、ちゃんと通いたいやんけどね。通いたいですよね。うん、綺麗ね。まあ歯が命っていうぐらいですからね。そうそうそうね。確かに。ね、皆様は。うん、来た。歯は何本あるでしょうか。
いやいや、そのコメントいらんねんから。何分とか何本とか、数字ばっかしらんねん。8本とかね。8本、少ないな、少ないな。1本とかね。いやいやいや、少ないな。そんなコメントいらないんでね、数字。あ、そっか。はい。何分とか何本とかいらないんで、もうちょっとね、はい、楽しかったですとかコメントください。あ、そっか。お願いします。お願いします。